こんにちは、本気塾代表石原です。今日は公民同化の5ということで、前回ですね、国の仕事の中で、大事な場所ということで国会っていうのがあるよって話したんですけど、今日は、内閣ですね。1個ぐらい前の時に行政権というね、政治をやるのは内閣だよって言いましたけど、じゃあその内閣というのが何ということをやっていきたいと思います。で、最初にこの動画のおすすめのところに、別のね、どっかニュースとかで、内閣の様子見といてくださいっていうふうに紹介書いてあったと思うんですけど、大体そう言って見てない人に備えて、いきたいと思うんですけど、これがですね、総理大臣、安倍さんの顔をちょっと見てても、ちょっと自分見つけられないんですけど、安倍総理大臣と他の大臣たちが、出て会議をしている様子になっています。国会の時に見た時に、うじゃうじゃうじゃって人がいたのに比べると、結構少ないですよね。いわゆる内閣って時にイメージするのは、ここに書いてある、20人ぐらいですかね。そのぐらいのところをイメージしておくといいと思います。で、ただ、本当の本当はちょっと違うんだよというのを、ちょっと次のボードで見てほしいんですけども、実は内閣と一言で言った時に、内閣の下にはそこに書いてある何とか省何とか省っていうのが山のようになります。山ほどないけど、15個20個ぐらいあります。例えばみんなが知ってそうな文部科学省、学校で今回お休みがコロナで増えちゃったからどうしようかってことを決めたりとか、外務省って字でなんとなく分かると思うのが外国といろいろなんかやるところですね。あるいは環境省もちょっと分かりやすいかな、環境のことやるところね。そんないわゆるお役所がたくさんあります。そうした時に、さっきの写真見た時に20人ぐらいしかいないのに、これだけのお役所のやること全部やるってちょっと無理があるよね。俺は一人で文部科学省のことを一人やるぞとか、私は一人で環境省やるわっつっても、たくさんのことやるのに一人でやったら寝る暇もなくて、死んじゃいますよね。そこで現実にはですね、ここに書いてある何とか省のところには、たくさんの公務員さんというスタッフさんがたくさんいます。マクドナルドをした時にマックの社長さんだけじゃなくて、スタッフがたくさんいるのと同じで、こういうね、内閣にもたくさんのスタッフがいて、これ公務員と言います。みんなの親とかね、知り合いのおっさんおばさんとかになってる人いるかもしれないけど、公務員と言います。この公務員まで合わせて本当は内閣です。ですから上下って人言っちゃいけないけど、一応制度としてね、総理大臣、大臣、そして大臣をお手伝いする公務員たち、これ全部合わせて実は内閣ということになります。いいですかね。じゃあ次のボード行ってみましょう。じゃあこの内閣の人、総理大臣、大臣、普通の公務員さんなるにはどうやってなるんですかというと、今まで憲法をやってきた流れからいくと、内閣って国民にとって大事なことをするじゃんと。ということは大事なことをするんだから、主人公の国民が選ぶよねっていうのがイメージ的にはつながると思うんですね。ただ残念なんですけど、ちょっと違いまして、国民が直接選ぶっていう人は、この内閣の中にはいません。いや、アメリカのトランプさんは大統領っていう人で、国民から選んだぞと。国民で、トランプだとか、トランプ反対だとかやってたよと。アメリカは確かにそうです。しかし、ここ日本ではそうじゃありません。じゃあどうなのというと、具体的には2つのルートがありまして、そこにあります、偉い人、いわゆる偉い人、総理大臣や大臣のほとんどは、国会で国会議員さんの中から、あの人ふさわしいよねってことで選びます。ですから、安倍総理大臣も、実は国会議員ですし、みんなが知ってる大臣誰かな、例えば河野外務大臣とか見たことないかな、ちょっと、テレビで見てほしいんだけど、例えばコロナだと西村大臣でしょ、出てきますけど、あの人もみんな国会議員です。いいですね。安倍さんは国会議員であり、かつ総理大臣。あるいは西村さんはコロナの大臣であり、かつ国会議員です。すなわち国会議員の中から選んでます。実はこれ、憲法のルール。憲法のルールって初回にやったと思うけど、一応最強のルールだよね。最強のルールからいくと、総理大臣は絶対国会議員。そして、普通の大臣も半分以上、過半数は国会議員にしろと言ってます。ですから、過半数は国会議員にしろなんだけど、最低ね、憲法からいくと、過半数だけ国会議員にしとけば、あとは違うおっさんおばさんでいいんだけど、現実にはほとんどの大臣が国会議員です。憲法違反はしてないよね。憲法では最低でも過半数は国会議員にしろって言うんだけど、実際にはもっと多く国会議員にしてるだけです。
ですね。いずれにしろ総理大臣と大臣のほとんどは国会議員が選んでます。一方で普通の公務員さんはどうかというと、テストです。皆さんもテスト人生何回からか頑張ってね、テスト、そして場合によっては面接もあります。いわゆる就職をした結果公務員というのはなります。いいですね。結果的には偉い人は国会議員から選ばれている、普通の公務員さんは就職ってことで、国民主人公が直接選んでいるというのは一切ないです。でこれがいいことか悪いことかっていうのは次のボードでやりたいと思うんですけど、実は偉い人は国会議員が選ぶといって、主人公である国民が直接安倍さんとか佐藤さんとかって言ってないんですけど、じゃあ主人公は全く無視されているかというとそうではないんです。よく考えてください。順番考えてください。総理大臣やほとんどの大臣は国会議員が選んでいる。その国会議員を決めてるのは誰ですか？主人公の国民ですよね。言ってみれば、ね、皆さんが例えば安倍さんを好き、あるいは安倍さんを嫌いだった時に、その安倍さんを選んじゃった国会議員、あるいは選んでくれた国会議員は誰が選んでるかというと、皆さん国民です。つまり、安倍さんを嫌いだったら、安倍さんを選びそうな国会議員を皆さんは国会議員の選挙で選ばなきゃいい。あるいは安倍さんを好きだったら、安倍さんを選びそうな国会議員を皆さんが国会議員の選挙で選べばいい。ちょっと遠いけれども、国民の声と総理大臣や大臣のメンバーは、うっすらつながってるはずなんですね。そういう人を選ぶ国会議員を皆さんが選んだということで、これを難しいことで言うと、間接的にはつながっているというふうにボードにも書いてあると思うんです。普通の公務員はもちろん皆さんの声は一切つながってないけど、幹部についてはつながっているということを知ってください。さあ、次に、難しい言葉ちょっとやっていきたいと思います。今言ったように総理大臣やほとんどの大臣は国会議員出身です。ということは言ってみれば、内閣の重要な部分というのは、国会生まれの人たちで出来上がっていることになります。はい。これを実は何というかというと、議員、国会もほら参議院、衆議院って言うじゃないですか。議員から内閣が生まれたよってことで、議員内閣制と言うんです。難しく見えますか？要は議員から内閣が生まれたって矢印とかで考えてくるんですね。議員、矢印、内閣ということです。この議員内閣制という言葉について、最後確認していきましょう。次の冒頭になります。議員内閣制ではまず今言いましたように国会議員から内閣のほとんど偉い人が決まります。そして国会議員を選ぶときは皆さんの声が伝わっていると言いましたよね。じゃあこれで、あとはね、内閣というのは何をやってもいいのかというとそうじゃないよということについてやっていきます。もし国民代表である国会が、ね、内閣を選んだもののやっぱりこいつらダメだとちょっと勘違いしていると、自分らはそういうつもりでこいつら選んだんじゃないんだと思えば、実はそういう場合は国会の方は内閣に対して不信任、信用しない、信じない、任せない、不信任、信じる、信じる、ない、任せる、ない、信じない、任せないということができます。すなわちやめなよということができます。このやめなよって言った時に内閣は速攻でやめなしちゃいけないのかというのは、実はちょっといろんなパターンがあって、内閣の逆切れパターンというのはですね、不信任って言われたから内閣はこの野郎議会こうしてやるっていう、そういう逆入れパターンがあるんですけど、それは別の動画で説明してあります。それはともかくとしても、やめなよっていうふうにしてやめろよというふうにプレッシャーをかけることができます。すなわち議員内閣制の場合っていうのは、内閣は議員から生まれるし、生まれた後ももしおかしなことをやりすぎたら議員からやめなよというプレッシャーを受けることができます。プレッシャーを受けてしまいます。この制度を難しい言葉で言うと、そこの下に議員内閣制にょろにょろって書いてありますけど、内閣は国会に基づいてです。すなわち国会から生まれるし、国会に対して責任を負う。すなわち悪いすぎることをしたら、不信任ということで責任を負わされかねない。逆切れすればさっきみたいに助かるパターンもあるんだけど、責任を負わないパターンもあるんだけど、基本的には責任を負わされそうになる、負わされる方向であるということで、国会に対して責任を負う制度であると。難しい言葉ですけど、議員内閣制はまずイメージをつかむこと。そして2つの内容、内閣は国会から生まれる、そして2番目、生まれた後も国会に対して責任を負う、変なことをしたら不信任というのを食らうという意味で責任を負うと、この2つの言葉から生まれているのを議員内閣制といって、もちろん学校のテストにも出るし、受験をしちゃおうという人は受験にも出たりしますので、きちんと押さえていきましょう。丸暗記じゃなくて2つの内容から生まれている、いいですかね。はい、今日はここまでなんで、残りあと
2回かな3回かな大してないんで、せっかくここまで時間使ったんで最後まで見てください。よろしく。